気になるレース。1番人気8番名勝トトロ、パドックでも注目を集める素晴らしい仕上がりですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。3番人気は9番マルゼンスキ、このメンバーの中でも見劣りしない仕上がりですね。王道の距離で好走が期待できますね。9番人気2番ナイスネイチャー、ちょっと厳しいメンバーですが健闘を。晴れ渡る空の下行われるスタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気名勝ドトマルゼンスキ、快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。先頭はマルゼンスキ、単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手はベルコンドルバッサー、内から行くスーパークリーク、外にはスペシャルウィーク、この辺りまでで先頭集団を形成しています。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。さあ花に立ったのはマルゼンスキー、このままリードすることができるか。続いてスーパークリーク、スペシャルウィーク、追走ベルコンドルバッサー、並んできた。大きく離れて6番ゴールドシップ、後ろ名勝ドトー、そしてそのうちメジロライアン、2馬身3馬身開いて7番ゴールドシップ、その後ろにナイスネイチャー。マルゼンスキー先頭を進みますが、これは正解でしょうか。マルゼンスキー彼女の客室には合っていますね。向こう上面に入って先頭はマルゼンスキー、先頭は変わらずマルゼンスキー、続きましたスーパークリーク。少し後ろからベルコンドルバッサー、3馬身差6番ゴールドシップ、2馬身3馬身開いて7番ゴールドシップ、そしてその後方にはメジロライアン、すぐに続いて名勝ドトー、そしてその内から行ったのはナイスネイチャー。勢々と先頭を行きますマルゼンスキー、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが、第4コーナーカーブ勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。まだ1馬身以上の差があるぞ。よし、あれ、これは見事な走り、勝ったのは名勝ドトー、ライバルに打ち勝ち見事大きな一勝を手にしました。2着はスーパークリーク、3着は私、やりました。
一番人気は6番名勝ドト。美しい青空各馬娘、綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは綾のトップガン、サイレンス鈴鹿、マルテンスキー。期待通りの結果を出せるか。1番人気名勝ドト先頭をかけます。サイレンス鈴鹿2番手の位置で先頭を伺うのは綾のトップガン、マルテンスキー。3番手、4番手にはエアグルー、5番手キングヘイロー、さらにはスーパークリーク、大きく離れてオグリキャップ、少し離れて名勝ドト。1コーナーから、そして2コーナーへ向かっていきます。綾のトップガン会長に飛ばしていきます。先頭は相変わらずマヤのトップガン。続きましたサイレンス鈴鹿、3番手マルゼンスキー、4番手エアグルーヴ、そしてキングヘイロー、1馬身差スーパークリーク、外名勝ドト、少し離れてオグリーキャップ、そしてその後ろから行くのはナイスネイチャー。意気揚々と先頭を行きます。マヤのトップガン、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ11馬身。順位を振り返っていきます。マルテンスキー、3番手にはエアグルーヴ、内からサイレンス鈴鹿、外からキングヘイロー、1馬身差スーパークリーク、1馬身離れて名勝ドト、1馬身差オグリーキャップ、3馬身離れてナイスネイチャー。マヤのトップガン先頭を進みますが、これは正解でしょうか。マヤのトップガン、彼女の脚質には合っていますね。現在1番手はマヤのトップガン。第4コーナーカーブ、馬娘たちがどう動くか目が離せます。いつか私だってよし。先頭は見合ったまま、これは直線勝負になるか。名勝ドト前を狙っているぞ。じりじり詰める名勝ドト、名勝ドト、ここで抜け出した。最後のコーナー、最初に駆け抜けてきたのは名勝ドト。マヤのトップが食らいついてゆく名勝ドト。速い速い、もはや独走状態。200を通過、2番手争いはマヤのトップガン、マルゼンスキー。先頭は変わらず名勝ドト、名勝ドト大差で今ゴールイン。圧倒的な実力差を見せつけレースを制した。勝ったのは名勝ドト。ライバルに打ち勝ち、見事大きな一勝。私やりました。やってみましょう。1番人気7番晴れ渡る。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは9番マルゼンスキー、マヤのトップが5番マルゼンスキー。注目の名勝ドト、少し後方に位置取りましたね。この位置なら周囲の様子を伺います。冷静にレースを進めてますね。9番マルゼンスキー会長に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは9番マルゼンスキー。このままリードすることができるか。1コーナーから、そして2コーナーへ向かっていきます。前から大きく開きました。隊列は縦長になっています。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。先頭は依然9番マルゼンスキー、2馬身リード。続きましたマヤのトップガン、1馬身差5番マルゼンスキー。その後からスーパークリーク、5番手アグネスターキオ、あとは岩早秀、名勝ドト。ここにいます。2馬身3馬身開いてゴールド7。2コーナー回って向こう上面、順位を振り返っていきます。先頭は相変わらず9番マルゼンスキー、続いてマヤのトップガン、その後ろから5番マルゼンスキー、さらにはスーパークリーク、2馬身3馬身開いてアグネスターキオ、5馬身差ビワハヤヒデ、その後から名勝ドト、2馬身離れてゴールド7、そしてナイスネイチャー。名勝ドト果たしてどうでしょうか。馬場状態を確認しながら走っている感じですね。ただ本気ではないですよ。
先頭9番マルゼンスキー、レースはよどみなく進んでいます。2馬身3馬身開いてマヤのトップが第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。いつか私だってよし。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。マヤのトップがここで抜け出した。さあこれから坂、仁川の舞台はこれから坂がある。そこを回っていったのは名勝道と、並びかけてきたのは名勝道と、200を通過名勝道と、強敵な末脚名勝道と抜け出した。追いすがるスーパークリーク名勝道と、今1着でゴールイン。勝ったのは名勝道と。ライバルに打ち勝ち、見事大きな一勝を手にしました。2着は私。スタート、各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。8番マルゼンスキーと5番マルゼンスキー、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気名勝ドと8番マルゼンスキー、快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは8番マルゼンスキー、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは5番マルゼンスキー、そしてその外を回って成田ブライアン、少し後ろからスーパークリーク。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち、前から大きく開きました。隊列は縦長になっています。各自自分のペースを保っているようですね。依然として8番マルゼンスキー、続いて5番マルゼンスキー、2馬身離れて成田ブライアン、4番手スーパークリーク、その後ろからエアグルー、名勝ドとこの位置につけています。その後ろグラスバンダー、第2コーナーを抜け向こう上面に入った。順位を振り返っていきます。先頭は依然8番マルゼンスキー、1馬身リード。続きました5番マルゼンスキー、1馬身差成田ブライアン。4番手1馬身離れてエアグルーヴ、名勝ドトー、ここにいた。外目をついてグラスバンダー、後からスペシャルウィーク、うちナイスネイチャー、勢いようと先頭を行きます。8番マルゼンスキー、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが、先頭は変わらず8番マルゼンスキー、1馬身離れて5番マルゼンスキー、第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。私だってよし。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。じりじり詰める成田ブライアン、最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのは8番マルゼンスキー、名勝ドト。ここで抜け出した成田ブライアン、追いすがる名勝ドト、強い、強すぎる、完全に抜け出した。200を通過名勝ドト、リードは6馬身名勝ドト、足を覚え名勝ドト、これは完璧な勝利です。他の追随を私やりました。
1番人気5番名勝ドトー次へとつなぐスタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはマルゼンスキー、サイレントスズカ、3番エアグルー。期待通りの結果を出せるか。1番人気名勝ドトー、マルゼンスキー快調に飛ばしていきます。先頭行ったのはマルゼンスキー、続いてサイレントスズカ、激しい先頭争い。その後3、4馬身開いて9番エアグルー、内の方から3番エアグルー。5番手にはメジロマックイーン。1コーナーから2コーナーへ向かう。先頭から後方まで縦長の展開だ。各自自分のペースを保っているようですね。現在1番手はマルゼンスキー、サイレンス鈴鹿、並んできた2馬身3馬身開いて3番エアグルーヴ。それを見るように9番エアグルーヴ、3番エアグルーヴ、上がっていきます。順位を振り返っていきます。さらにサイレンス鈴鹿、さらにはマルゼンスキー、この辺りまでで先頭集団を形成しています。向こう上面に入って先頭はサイレンス鈴鹿、先頭サイレンス鈴鹿。レースは淀みなく進んでいます。続きましたマルゼンスキー、3番手には3番エアグルーヴ、4番手9番エアグルーヴ、2馬身3馬身開いてメジロマックイーン、名勝ドトー、この位置につけています。それを見るように7番ナイスネイチャー、1馬身離れて待ち金服来た。後から2番ナイスネイチャー、サイレンス鈴鹿先頭を進みますが、これは正解でしょうか。サイレンス鈴鹿、彼女の脚質には合っていますね。サイレンス鈴鹿まだリードをキープしています。1馬身差3番エアグルー、第4コーナーカーブ、ここからスパート。一気にいつか私だってよし。ありがとう、トレーナーくん。